地の人なんかね、うん、あのボコボコ出るところへね、うん、お尻当ててくとね、うん、本当に20分ぐらい、うん、あの3日間ぐらいそれやるとね、うん、医者に行ってなんかするより ね、 そうですよね、いいんじゃないのこれ。あの結構最近ですね、うん、若い人でも地の人多くて、うん、で例えば、まあ、産後の人もそうなんですけど、うん、そうでなくても若い人でこう地で来る人とかね、うん、いるんですけど、うん、まあ、病院にかかってねステロイドのお薬もらうのもいいけど、うん、早く治ってお金がかからないっていうと、うん、試してみる価値はありますよね。そうそう、そういう言い方しかできないんだけど、あのそれはそれでいいけど、うん、こうその多分ステロイドの注入を3日間使っても完治っていうか、そこまでこうあんまり体感っていうか、こうひどく激痛で椅子に座れないとかっていうのをもしかしたら多少軽減するとかはできるかもしれないんですけど、あのコスト的にもそれぐらいだったらこう試してみる価値はすごくありますよね。そう、うちでできちゃうからね。あのいや、あのちょっとこれあのそういう人前にいたんで、はいはい、女の人でやっぱりね、うん、どうしても医者に行きたくないと、うん、恥ずかしいとかありますよね。そういう人なんかはね、うん、実際使ってくれて、うん、いや本当にいいですよって、うん、予防のために必ず3日に1遍とか、うん、4日に1遍は、うん、あのそれをねお尻とか当てて20分ぐらいやってるとね、うんうんうん、だから前ほらそれでもやっぱりなんとなくいい具合になれば、うんうん、毎日使うとやっぱり高い、ね、値段も、うんうん、まあ、そんなに安くはないんで、うん、もったいないっていう人もいて、そういう人はだからあの1週間に1遍とかね、うんうん、使う分にはもう本当に安いもんで、うんうん、しかも予防として自分も、うん、で人間面白いもんでね、うんうん、これそれによって効果があるなしっていう感覚よりも、うんうん、あのよく言うプラシーボ効果がそうなんだけど、はいはいはい、それを1週間に1遍やることで、うん、予防できるんだっていうのがあると、うんうん、体も反応するみたいで、そうですね。